竜慶一郎は日本の脚本家、小説家。本名は池田一郎。本名で脚本、竜慶一郎のペンネームで小説を執筆していた。東京市赤坂区生まれ、旧制度支社中学第三高等学校を経て東京大学文学部仏文化卒。戦時中は学徒出陣で出生、陸軍士官として中国大陸を転戦した。 この時期に陣中に持っていった、葉隠が,が、作家として、死ぬことと見つけたりを書くきっかけとなった。終戦後、復学して1948年東京大学、卒業、大学時代に支持していた、小林秀夫が参画していた、草原社に入社する。短期だが大学講師でも勤務した。1950年頃、立教大学講師、中央大学助教授としてフランス語を、 1959年まで教えていた。1957年、脚本家としての活動を開始する。当初は、日の当たる坂道など日活の映画を中心に脚本を手掛ける。脚本家では、本名の池田一郎で活動しており、竜慶一郎を名乗って活動したのは、晩年の作家活動期となった約5年間だけである。1957年に、 脚本家としての活動を始めて以降20世紀後半の日本のテレビ大衆向けの文芸活動を広く長く支えた存在であった。脚本家時代は映画、テレビドラマ問わず幅広い作品を手掛け戦後日本のテレビドラマ史においても1970年代までを代表する脚本家の一人だった。脚本家としての代表作は映画にゃんちゃんテレビドラマ 鬼平犯課長。他にも、長崎犯課長、破れ奉行、隠密奉行、大、中心蔵など、多数あり、携わった作品の多くが、現在でもローカル局、時代劇専門チャンネルなどで繰り返し、再放送されている。また、テレビドラマ版、うもん、鳥物帳後作品のうち、中村吉右衛門主演版、杉良太郎主演版、第一作、同、 第2作の脚本に山野志郎と共に携わっている。1984年、週刊新潮で小説家として第1作、吉原御免城を連載する。竜慶一郎は、この時より名乗った筆名である。小説家時代は、時代小説を中心に執筆した。代表作として、吉原御免城、影武者徳川家康、一無安風る期、捨て道寺、 松平忠だてるが挙げられる。長らく脚本家として活動しており、小説家生活に入ったのが還暦を過ぎてからと遅く、小説家としては、実動わずか5年だった。また休生したこともあって、未完の作品、構想だけが、編集者に語られるなどして残った作品も、少なくない。ちなみに、還暦を過ぎるまで小説を手がけなかった理由については、かつて指示した。 小林秀夫が存命の間は、とても怖くて小説は書けないと思っていたからという、胸のことを語っている。1986年、諸女作、吉原御免んが第95回、直木賞候補作となり、結局は1に漏れたものの、下馬評の段階では、新聞や文芸系のマスコミなどから最有力候補の一角に挙げられたことをきっかけとして、時代小説で、 一大センセーションを巻き起こした。1989年11月4日、観光編のため、東京都新宿区の東京医科大学病院で死去。同年、日本映画プロデューサー協会賞特別賞、一無安風フールで、第2回、柴田連三郎賞受賞。1996年に新庁舎で、龍慶一郎全州全六冠が観光された。 2009年9月より2010年7月にかけ、同社で審判、竜慶一郎全集全19巻が刊行された。2010年10月に、歴史特本ペン、竜慶一郎を読むが上司された。高志の小説作品の特徴は、人物描写でもとりわけ男の生き様や人情を、書くのに非常に秀逸な点が第一に挙げられ、その内容も、 大衆文芸としての要所を確実に抑えつつも、極めて良質な仕上がりを見せている。その一つの象徴的な作品が、一ムアンフール期である。歌舞伎者という言葉と、前田慶次郎利益という歴史上の人物が、平成の世でメジャーになった背景を語る際には、この作品とこれを原作とした漫画家作品、花の刑事、雲の彼方に、そして、 花の刑事のキャラクター群を用いて展開された様々な関連商品の存在を抜きに語ることはできない。また、網野義彦らの中世近世史研究を大胆に取り入れ、五木博之の風の王国などの例外を除けば、それまで大衆文学ではあまり描かれなかった、非農業民を中心とした庶民の歴史を描くことに成功している。ありがとうございます。